パイスの効いた〇〇。はい、皆さんこんにちは、高橋としみです。そして星座です。よろしくお願いいたします。はい、今日もですね、平川カントリークラブの練習場からお届けしていきたいと思います。うん、はい、前回に引き続き今回もスパイスの効いた実験をしていきたいと思います。またスパイス来ちゃいましたか。来ました。今日の料理は何ですか。今日の料理ちょっと待ってくださいね。はい、待っててくださいね。何どこ行くの。キルドプロ。ちょっとなんかこれ何だと思いますか。これは危ない薬じゃないですよね。違います。こんな大きいのこれ何ですか。これはあれ、これって野球、出てきてますよ。これ野球のさ、はい、滑り止め老人のバッグ。正解です。やっぱりこれなんですか。前回はツルツルで、はい、今回は滑り止め。そうです。これをやっていきたいと思います。面白いけど、これにじゃあフェースとまたボールに、はい、これをロージバック塗るの。塗っていきます。まあ、これは塗るっていうか、まあ、どっちかというとほら、はい、野球で滑らないようにとかバットとかバババとかやるじゃない。はい、これをチタンに塗ってもどうなのかな。それを今回どうなるかっていう実験をしていきたいと思います。スパイス効いてますね。でも俺思うんだけど、すげえスパイスなんだけど、はい、ボールとかフェースにくっつかないと思うよ。あ、でもまぶすんで。まぶしても絶対ファーッと落ちるじゃん。木とこだとなんかほら手袋とかでさ、はい、みんなやってガーってやるからいいけど、はいはい、実際クラブさってあったら落ちそうじゃない、はい、多分本当に薄くちょっとだけ塗ると思うんですよ。なるほど。薄く塗ってみて、ね、実際どのぐらいの差が出るかっていうのを今日は分かりました。この丸々実験していきたいと思います。ちょっと今週のスパイスは軽いかもしれないですね。ではやっていきましょう。、はい、やってみましょう。はいはい、ということでまずはですね、このボールだけにフェース面を塗ってないですね、ロジーバッグを振りかけてるっていうんですかね、乗せてるというんですかね、塗ってます。振りかけてます。振りかけてます、はいはい、基準のあるスイングはですね、前回何も塗ってないのを打ってますので、そちらが基準となります。それとちょっとですね、比較していきたいと思います。数値的に全く読めません。やったことないことですからね。分かったら、ねこれこそ、はい、スパイス物語ですね。スパイス、そうですよ。、はい、よく見るとあのボールでちょっとへこんでるとこあるじゃないですか。ディンプルね。そこに全部入ってます、ロジンがね。どうなんだろう。どうなるんです。もしかしたら打った瞬間にふわってなるかもしれない。まあ、確かにその衝撃でね、はい、うん、変わる可能性あるし、はい、まあ、ほら発問だから、はい、じゃあやってみて。やってみましょう。はい、ちょっと打ちたいと思います。ちょっとこれ大事だから、ちょっとちゃんとするんですよ。よし、行きます。お、普通だね。いつもの感じのところに、私、うん、若干先端気味に当たるんですよ。はい、ふわってなってますね。そうですね。はい、距離はトータル 170.5、はい、クラブスピードは 34.4 じゃないですか。はい、スピンがね、4077、意外とかかってるんですよね。かかってますね。多分ね、当たった瞬間にパーンと弾いちゃうんじゃない。弾いてますよ、これ、うん、そんな感じですね。真っ白ですもん、あれ見てください。真っ白、先っぽにね。こんな感じです、見えますかね。うん、だからこれ両方とも、ここですね、両方とも塗ったら、確かに塗ったらどうなるのかってことですね。はい、うん、でもそんなに、でフェースに塗っちゃうとこれツルツルしちゃってるからさ、なんとなくさ、はい、止まるのかな。止まるんですかね、うん、さらにスピンかかるんですかね。いや、スピンは逆に滑り止めだよ。かかんねんじゃないの。かかんないのか。わかんない、衝撃度でどうなるかわからないですね。はい、はい、ではもう一球打ちたいと思います。ちょっとヒール気味でした。先っぽじゃない、ヒールじゃなくて、ん、ここで先じゃない、ヒールってここだよ。ああ、ここか。下の方です。はい、下の方、トップ気味に出ました。まあ、距離はね、はい、だからちょっと今新しいんじゃないけど 169.4 ヤード、はい、スピードが 35.4、はい、スピン 3780、はい、あんまりデータ的には極端に変わらない、ね、そんなに変わらないですね。うん、だから多分打つ瞬間にここですね、飛ぶんだろうね、もう。あのね、あんまり変わらないですよ、私。クラブもちょっと自分のクラブじゃないっていうのもあるんですけど、うん、あんまりそんなにすっごく変わる感じじゃない。ただ今のはちょっとね、失敗したので、うん、重い感じしたんですけど。前回の報道がなんとなくボワンって出てたもんね。はい、ね、リップクリームとかね。そうですね、これは分かりづらいかもしれない。これはちょっとそんなに前ほどの差はないかもしれないです、うん、じゃあもう一回今度フェースに両方と塗っていくとね、はい、塗ってやってみたいと思います。やってみて。はい、今からですね、ちょっとボールにもちょっとね、ヘッドにも薄く塗りました。真っ白。皆さん怒らないでください、今日は実験です。打ちたいと思います。ちょっと素振りできないのでこのまま打ちます。おー、
ほぼ変わんない弾道だね、うん、あ当たるとこは一緒です ね, ねなんかそんなに変わらないかもしれないです。そうですね、はい、これでも不思議なことにですね、距離は 175.3、はい、スピード 34.8 じゃない、はい、スピンが4250になっちゃったんですよね。うん、まあまあロフトのあるクラブなんで ね, そうですね、可能性あるけど、だからいかにローに塗っても要するに、滑り止め、本当は滑り止めじゃないですか、うん、滑り止めになってないってことですよ。なってないってことですか。単なる粉ですよ、粉ゴルフクラブ塗ったらそういうことじゃない。そういうことですかね。多分 データはそうじゃないですか。はい、うん、そうかもしれないですね、うん、小麦粉とかだからやっぱりここにね、フェースにそんなに染み込むわけじゃないから、うんうん、もう多分こう硬いもの同士当たった瞬間にだからそのままパーン散るだけで、はい、散るだけ、そこまでの完璧コーティングしちゃってるわけじゃないじゃない、はい、うんうんうん、だからこれで濡らしながらコーティングしちゃうとまたちょっと違うかもしれないけど、はい、ね、ちょっとだからデータ的にはそんな変わらないと。私のヘッドスピードでそんなに変わらなかったということで、いや僕も変わらないと思うけどね。セリザープロもこの後打っていただきたいと。はい、はい、分かりました、はい、お願いします。はい、セリザープロにですね、このまま、はい、基準となるショットは前回取りましたので、このままですねボールに塗ったものだけを打っていただきたいと思います、はい、もうねディンプルにねロジンがすごいの、だから逆にディンプルがなくなってる状態なんだけどね、心配だな。まあ行ってみましょうか。はい、お願いします。まあ全然飛び方でも普通ですね。普通ですか。さっきとはちょっと上に当たってるけど、はい、まあ、まるで見てください、ちょっと上なんだけど、はい、こんな綺麗に残りました。バーンって、はい、バーンって。逆にあの要するにスイートスポットに当たったことが分かるっていうのはいいよね。そうですね、そのぐらい。そうかもしれないですね、うん、自分のデータは、はい、データはですねキャリー 206.8 ほぼ変わんないじゃん。トータル 240.5、はい、クラブスピードが39で、うん、スピン力で2087、うん、そんなに変わらないですね。そうなのよ、多分これ散らばってますね、はい、散らばってますね。でこんだけ最終的に、はい、あんだけディンプルが見えなかったのにちゃんとディンプル全部入ってるし、はい、全部入ってます。周りのも入ってますね。そうだから多分こう、ね、パーンと弾いちゃうから、はい、そんなに衝撃がないのかなと。打つ瞬間に弾いちゃう、はい、ってことじゃないですか。そうですね、いかがでしょうか。はい、いかがでしょう。データではそんなに変わらないけれども、はい、自分のボールがどこに当たったかはクラブでよくわかる、はい、まるでクラブのフェーステストしてるようなね。そうですね、でもいいですね、簡単にねテストできますから、まあ、わざわざ塗らなくてもいいじゃないですか、紙貼れば。はい、ちょっとおまけでですねボール湿らしてさらにその上からロジンをぐるぐると。いや濃いですね、はい、ちょっとボール重くなってると思いますよ。重くなってますかね。でも確かにべったりついてますので、ついてますよ。これはちょっと今から打ってみたいと思います。はい、はい、粘着力が出てるので。まあちょっとトップ気味。でもトップ気味っても球上がんなかったんで全然ね。上がってないですね、うん、だから多分、はい、データ取ったけど、はい距離157って全然いったら球上がらなかったからね。でもヘッドスピードは一番 35.3 であったんだよ。本当だ、うん、でもあんだけ上がらないのにスピンが4153って確かにおかしいでしょ。だからやっぱりね、はい、いろんなもの売っちゃいけないですよ。トラックも怒ってますよきっと。あんた方いい加減にしてくれとね。確かに何してくれてるんだと。 はい、うちのデータがおかしくなっちゃうだろうと。だから打った瞬間のその、はい、瞬間に全て、うん、やってるのに、はい、なんか変だぞと。なんかちょいちょい変だぞって言ってますね。ですから、はい、あまり余計なことしないでください。はい、ということで実際に今2人打ったんですけども、はい、ここですねスパイスの総評いきたいと思います、はい、何からでしょう。3から。いやこれはね、はい、前回リップクリームよりもあまりこれを考えた時に、はい、滑り止めでしょ、粉でしょ、はい、あんまり影響ないかなと思ったらあんまり影響なかったので、はいはい、多分昔ねやっぱりリップを、ね、塗った方がいいとかいうことは聞いたことあったの、はいはい、ロジンを塗った方がいいってことは一回も言ったことないのよ。多分、ね、グリップですよ塗るなら。グリップ手ですね。手ですね。そう、はい、だからこれに関してはちょっと、はい、3からぐらいにしとこうかな。3からぐらいですね、はい、実際にセリザープロもさっき言ってたんですけどボール投げたりとか実際手使ったり、うん、鉄棒とかも実際に手でちょっとその汗と馴染ませて滑らないようにしてる。バットにしてもね、
水分がない状態でこの振りかけても、うん、このクラブとボールにはあまり意味がないという。そう、そんな感じがしましたね。はい、なのでちょっとグリップがね、あの、ま、あの、あれがちょっとね、滑っちゃってる人はそれは塗らないから、今のグリップ雨に強いから大丈夫です。大丈夫ですか？安心してください。5年ぐらい使ったら、もしかしたらちょっと5年も使ったらクラブグリップぬ、あの、張り替えてください。抜き替えてください、はい、あの、張り替えたいと思います。張り替えるとおかしいね。抜き替えてちゃんと入れてください、はいはいはい、で私の、総評いきたいと思います、はいはい、私は2からです。あ、そう、一緒です。あの、ね、分かりませんでした。そうですね。なので、はい、皆さんこの動画を見ていただいて、あ、最終的にはそんなに変わらないんだなっていう、うん、あ、ことが分かっていただければ。そうですね、はい、なのでいいと思います。皆さん試すときはリップやってみてください今日もありがとうございました。あ、どうした。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらとなっております。また見てください。